いつもありがとうございます。ニニニットです。こちらブラザーの KH801 です。このこういうふうにね、こういう紙の、本当に普通の紙のが、パンチカードになっているタイプ、自分でも紙で作れそうだなっていうようなタイプで、ずいぶん前に落札したんですけれども、これはですね、まあこういう缶に入ってきたんですが、あの全部ねこうやってこうパンチカードのセットと、それからこれあのここにつけてね、次こうするんだよああするんだよってこう指示が書いてあるパンチカードと対応したあの紙、あの指示表というかそういうのもついてますしで、一気にねあの何台もの編み機を整備した時に、これこの子はサビがとっても、針のサビがとてもひどかったんで、あのサビ取りをした跡が残ってますけれども、サビ取りだけは終えて、使うのを楽しみにしてた編み機です。でまずはですね、あの私がよくあのただ取扱説明書はなかったんですね。だから、最悪はあの800っていうので全く同じようなので、それをあの印刷してと思って、英語版になりますけどと思って、まだよく見もしないでですね、まあ、いろんなあのデモ動画は、海外のデモ動画を見てたんで、こちらの、これですね、これここのローカウンター、あの段数計をこう動かす、このこれを倒すことでこうやってこれが動いてくれて、でこちらをね1段ずつ送ってくれるっていうのは見て知ってたんですが、これ一生懸命あのカチン、あのこちらをねこうカチンカチンって動かしても何もここが動いてくれなかったわけです。でもよくよく見るとですね、あの例のジアンサーレディのジャックが40分もかけてこの編み機のこの部分をやってたんですけれども、結局こうやって、これ開けてちゃダメな、こうするとね、こう、あ、映るかな、針が出るんですね。針が映ってますかね、拡大すればいいのか、あのこれ横につけたこのレバーをこうすることによって小さい針がこう出てくれるわけですね。で、ここで結局この穴の開いてるところだけの、穴の開いてないところは出ないで、開いてるところは出てくれるということで、あのレバーを引いてみますね、あの左側にこういうふうに針が出るんですね、対応する針が。でこれをして初めてあのローカウンターで動く、これでここを、ここ次の段に送ってくれるわけですね。それでまた次のところをこうやると、あれちょっと待ってくださいね、あ、こ次は針があの出る針がないんだ。でまた送ります。じゃ次こういうふうに対応する針が出る、穴の、これは穴の開いて
てないところが出るのかな、空いてるところが出るのかな、ちょっとまだよくつかめてないんですけど、こういうことでですね、もう私はこのまずレバーをこうレバーを動かしてレバーを動かして編んでおいてから、それからこうやると動くんだっていうのを把握しないで、こればっかりこんなことして、あ、動かない動かないってやってたもんですから、これ解除するときはちょっと手動になるんですけどね、ごめんなさい、こう端までガーッとこれを持ってきといて、こうやると解除しますね。まあだからここがもう壊れてるって思い込んで、でジャックの見たりしたんだけど、もうねパンチ9をね小田原ミシンサービスさんに整備に出して以来ね、もう自分その整備の素晴らしさにですね、自分でもう素人の自分がやるよりはきちんと直していただけるならその方がいいんじゃないかなっていう考えがあるもんですから、とりあえず今日電話してみたわけですね。そしたらちょっと編み機の修理の職人さんが御用があって、もう今日は早めにお帰りになっているということで、また明日電話くださいということだったんですが、この、KH801 はとか、トピカルの901っておっしゃってたかな、はあまりに古くて部品がないから修理はお断りしてるんだっていうふうに社長さんがおっしゃってました。ただキャリッジなんですけれども、このキャリッジがですね、ほらちょっとこれ段数計上げますね、こっちは編むんだけどこっちは編んでくれないんですよ、これ滑っちゃうんですね。だからキャリッジだけはどうでしょうかって、これね588とか8つボタンのタイプなんかと同じような作りなのでどうかなと思って聞いたんですけど、まあともかく明日電話してみてくれるということだったんですね。でとりあえずはそのお電話する前にというかキャリッジだけどもと思ってね、この横編み機専用潤滑剤リーベンっていうオイルスプレーっていう、これをね外でシュッと、これ特に換気とかそんなに危なくないみたいですけど、こう隙間隙間からこうかけてしばらく外に置いといたんですけれども、でそう最初はねこのそうですそうです、最初はですねこういう問題ではなくて、こちら側って詰まってたんですよ。だからそれで詰まりはなくなったんだと思うんですね、潤滑剤で。で面白いことにですね、こうやって全部 D1 まで出すと編んでくれるんですよ、糸をねつけて。でこれはキャリッジの分解はね以前よくやってたんだけど、まあ壊しちゃったのはルーパル君だけかな。あれね、 D1 に出すと左から右も編むという不思議な現象が起こってまして、毎段こう D1 に左から右2段置きに出さなきゃいけないっていう状態でですね、こうだからこちら側になりますよね。でこうジャックのようにちょっとこうどれがいいかな、この糸の通り道ですけれども、針の通り道ですけど、これこういう風に入ってきて、ここがあれ、ここはいいのか、こ
こう入ってきて、こう来て、こう来て、出ていく。あら、違う。どうなるんだっけ。こう入るんだな。こう入ってきて、こう来て、こう来て、こう来て、こう出ていくのか。で、反対側はこう入ってきて、だからね、ここじゃないかと思うんですよね。D はこの位置になるから、やっぱ B はこの位置ですよね。だからいろいろ今ね見てるんですけど、これそう、これはフリップするんですよね。こっちが、あ、ここか。ちょっとなんか感触が違うかな。ただの汚れだといいんですけどね、古い油の汚れ。これこうだから、こう入るとき、その子はめやすいんですね。溝にただこうやってかませてあげると、こう入ってくるでしょ。こう入って出ていって、やっぱそうだな、この入る時が問題なんでしょうね。ここの D 位置から入らないと編んでくれない。あ、違う、こっちか。 D 位置から入れば編んでくれる。こっちから入ると編んでくれない。ということは、こう来て、こう来て、こう、どういう通り道になるんだっけ。入る時が問題だと思うんですよね。こう入って、あ、こっちか。どうなるんでしょう。これ、ちょっとドライヤーで温めてみようと思います。分解したくないんですよね。分解はどれに、どこから、ここは関係ないんだろうな。多分ここでしょうね。このね、テンションダイヤルをね合わせるのが結構難しいから、分解は避けたいんですが、ちょっとドライヤーで温めてみます。どうだろう、汚れがどうだろう。
あんまりね、汚れも見当たらないんだけど、この中開けてみないと分かんないけど、さあどうでしょう。こっちは編んでくれるんですよね。お願い。ああダメだ。どういう現象でしょうねこれ。ほらね、リーチに出すとやるんだけどっていう感じなんですよ。どういう現象これ。A1 からの針を繰り出してくれないこちら側、ひっくり返すんでこちら側ですね。これをこうやって、これはこうして、どうなるんだっけ。 B 値ってどこ、 B 値ってどこだ。針の通り道をね考えながら、こう来てこう行くんだな。で反対はこう来て、向こうのフリップこう来て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 、いやこうこうこう来て、ここを通る。ここを通ってビーチに戻る。もう一回こう来てこう来てこう来てこうですね。これか。反対側はこう来て、ここを通過した時にこれを通って、で、こうですよね。で、逆がこう来て、あ、はい、ちょっと待って。で、こう誘導されて、あ、これか。こっちはこれが上に向いてる。これ上に向いてませんね。これのせいか。だからリーチじゃないとダメなんだ。これなんで上に向いてないんだろう。待ってください。こうですもんね。これだ。これが原因なんだ。なんでですかね。平編みから動かしてみよう。これはスレッド同時編みだから、模様編みだから関係ない。ここですね。ここの違いだ。これだ。これがなぜこうなってないかってことだ。外れてるのかな、バネが。あ、外れてるっぽいです。あー、なるほど。これはここ、見えないかな。こっちはね、明らかにこのバネが、これについてるバネが、何かに止まってるんですよね。で、こっち止まってない。はあ、だから、こう。っていうか、何かバネの
外れたバネがあるかなんかかな。これ開けてみるしかないかな。どうしましょうかね。多分こことこことここ開けなきゃいけないだろうな。あれ、ここネジがあったんじゃないのかな。ん？あ、違うか。これは多分関係ないですね。開けてみるしかないか。こういう時は準備が必要ですね。まずはパーツが転がらないようにして、それから何か下に、針下げとか、問題があるのはこっち側。やっぱここを外さなきゃダメだな。まあ最悪キャリッジだけ修理に出せるから。これは違う、同じね、機械でもネジ山のプラスの大きさが違うんですよね。4の状態でしたね。うわぁ、すごいですね。汚れてる。あ、これをキャップ外さなきゃいけない。キャップ、ちょっと別に。これ、メカブが入ってました。ちょっと便利そうと思って取っていたんです。うわぁ、すごい。中へ入れてそうだな。これはこのね、溝にきちんとはめてあげるっていう感じですね。この軸をね、はい、あ、外れた。あ、もっと簡単。もう無理と思ったらすぐやめます。そうしないと、あ、やっぱりここですよね。これ、ここが明らかに位置が違ってて、あ、これ硬い。何が原因だこれ。フレキシ、これフル、こっちはすごくフレキシブルに動くんだけど、こっちが硬いです。なんだろう、汚れかな。このボタンのね、ボタン、このボタンのキャップ外すのはもう大変だから嫌なんですよね。ああ、とととととと。こうなったね。ちょっと写真撮っとこう。こっちこうですもんね、動きがいい。こっちのんびりと。この汚れが原因かな。全く一緒みたいです、バネのつき方は。だからこれは汚れによるあれですね。確かにこっち黄色い汚れがあります。
すごい。汚れてるっぽいですよ。私メガネどこ行った？ここだ。ここへ行ってください。多分やめるな、これな。やっぱここなんですね。ここがこう動いてくれる。これまあドライヤーも良かったんでしょうね。汚れを柔らかくしてくれて。引っかかりました。おもり。どうでしょう。わー、もしかしてちょっときついけど。やったー、編みます、編みます。嬉しいな、こんな簡単に治るなんて。私ね、こういうプラスチックの割れた部分を貼るのに、この編み機のね、発想のために梱包する時に使うこの丈夫なテープ使います。機能に問題なければ特に気にしないんですけど。黄色い油なんですよね、悪さするのはね。なんかでもね、その古いタイプは修理してもすぐ壊れちゃうからみたいなことをおっしゃってました、社長さんが。小田原のシーンね。あ、はまった、よかった。で、大丈夫かな。大丈夫そう。やっぱりドライヤーいいですね。あとは
潤滑剤もね徐々に効いてきてたんだろうな。すぐ壊れてもこうやってね調子が悪くなったらお手入れしてあげながら使いたいですね。ここがすごく止まり方が緩かったです。これそしてこのレバーキャップをつけたらどっちにつくんだ。反対巻こうか。これはね中心が平編みで、引き上げの両方引き返しで引き上げ左引き上げ右とかってなってます。であとタックでしょ、平編み編み込み、ここが平編みスレッド同時編み、こんな感じでシンプルですね。でこの子は八つぼちゃん、八つボタンたちと同じでこういうタイプですね。ちょっとねこんな糸使わずに状態のいい糸で編むのかな。ちょっとね息子からリクエストがありましてね、つば、小さいつばのついた浅めな帽子、ハンチング帽っていうのかな、よくおしゃれな、ナイスミドルの方がかぶっておられるようなねそれを編んでほしいというリクエストがありまして、息子の場合ねめったとそういうリクエストないんで、女の子と違ってやはり出てるわけです。こうやってね絵付きでこんなのって書いてくれました。でこれちなみにニニさんです。ニニニットのねオープニングのニホが後ろ向きで寝てる絵も彼が描いたんですけれども、さあどうかな、ゲージを取ろうとしてたんですけどね。わあ嬉しいな、これ最高。こういう中細の滑りのいい糸がありました。これで編んでみようと思います。中細だから3、快調ですね。これ本当にサビひどかったんですよ。この子は改造したやつそういえばこの子にもねこのタイプついてました。これだからあと2本あるからもっといい感じに加工しようかな。紺色じゃダメかな。ちょっときついかな。こんなもんかな。ちょっときついみたい。ここに3と2か、3と2ポイントの時はね1、2、3とちょっと間を空けて印入れときます。
ちらし寿司を作ってくれるそうです。自分がね、自分の料理で食べたいものあるとね、最近時々作ってくれるんですよ。やったーっていう感じ、もう何だっていいからっていうか、でも美味しいんですよ、母のちらし寿司。はい、ゲージができました。綺麗に編めてます。よかった。あー、よかった。で、これがレースキャリッジです。今晩レースやってみよう。はい、とりあえず、中細での、あ、そうか逆になるんでしたね、これ。まあ分かりますね、2ポイント3なんていうのはない、 2.3 ポイントなんてないですもんね。 3.2 ポイントです。2目盛り失敗しちゃった。で、20段おきに糸印つけました。紺色じゃほんとダメかな、縫いと黒と紺じゃだいぶ違うか。まあ彼の好みがあるんでしょう、黒という指定です。こういう糸あるかな、黒で。はい、あー、よかった。簡単にここもカードリーダーの部分は大丈夫そうだし、キャリッジだけの簡単な、まあお手入れですね。結局古い油で動きが鈍くなってたということですね。潤滑剤っていうか、まあこのオイルスプレーって言われるやつ、なんか駆動部に使うものであれば何でもいいのかな、こう動く場所ね、機械のね。これ横編み機専用潤滑剤リーベンって書いてありますけど、多分自宅保管品で古いものだと思うんですが、未開封のものが4本組で売ってたんで入手したんですけれども、まあこれをかけたのと、あとはドライヤーですね。ドライヤーで温めて、こう一緒手でこう何回かこう動かして熱に動きが良くなったっていう感じですね。少し重いんですよね、多分このタイプの糸はもっと軽いんだと思うんだけど、まあ、糸を入れてないと別なんだけど、ちょっと針磨いてあげた方がいいかな。このね、これで少しね、編みたいとこだけはこういうふうにしたんですけどね、このこれなんて言うんでしょうね、ヤスリブロックみたいな、サンダーブロックとかこれもいい。こうしといて、ね、あ、でこのね、エレナのこのシリコンクロスなんですけど、これね不思議なんですよね、すごく汚れてて洗って干したんですけど、これは新しく2枚目を出したんですが、すごいんですね、こう汚れを取るために何度も、やっぱり油汚れだから食器洗い洗剤がいいだろうと思ってね、結構厚めのお湯で何度も何度もやって、あんまりきれいにはならないけど、まあ、ある程度ね、これ以上取れなそうと思ってね、こんな感じまではきれいにしたんですが、こうやっといてこう絞ってもね、なんて言うんだろう、油分っていうかしっとりしてるんですよね、絞った手がなんかしっとりした感じで、なんか不思議なクロスと思って調べてみてないんですけど、シリコンクロスってありますかね。で、これはダストブロワー、なんで、いや、エアー、これこういうのなんて言うんでしたっけ、エアクリーナー、空気、風の勢いでほこりを吹き飛ばすっていうやつですね。掃除機より網機に直接当てなくていいから使ってます。ここですねKH801、KH
801、多分800みたいですね、海外では。800のお手入れをして編めるようになりました。キャリッジですね、キャリッジのお手入れでした。以上です。バンザイ。